ふるさとへの架け橋ということで、タイトルが記載されておるわけでありますけれども、ぜひ我々新潟県地元の方からも東京の皆様方の方に橋を架けさせていただける、そういう役割を担いたいと思っておりますので、これからもよろしくお願いをいたします。今日は本当にありがとうございました。高橋